はい、どうも、ジュウです。スプラトゥーン3第14回フェス後編やっていきたいと思います。さあ、今回のテーマは、ポテトチップスといえば、お寿司を VS コンソメ VS 海苔塩ということで、前編では、フェスマッチ、縄張りバトルをやって、まあ、10倍マッチ勝ったぐらいという実力だったんですが、まあ、とりあえずやったということで、今回は鳥からバトルやっていきたいと思います。今回のステージは、ヒラメが丘団地で固定です。そう、前回、やってないんですよ、鳥からバトル。ということで、今回は思いっきり鳥からバトル楽しんでいきたいと思います。それでは早速、行きましょう。はい、じゃあ第1試合目行きましょう。今回は、攻撃チーム。ということで、頑張っていきましょう。ちなみに、現在の1位はですね、あそこです。うすしおです。なので、負けられない戦いになりそうです。さあ、頑張っていきましょう。で、今回使う武器は、あれです。銀モデラーでございます。まあ、タメライドと、あれを使えば、なんとかうまくいけるんじゃないのかなと思うので。まあ、でも、とりあえず頑張りますよ、これは。タメライドでうまくいけるか、いけると思うんで。あと、俺さ、前回、俺、鳥からバトルやってないので、あの旅行で。なので、ちょっとあれなんですか。いけ、ああもうこれ避けられたな、これうまく花火玉とかもうまく使っていきたいと思うんだけど、はい、ということで皆さん始まりました。ここからゴリ押しタイムの開始でございます。やばい、もうとにかく触れ、もうとにかく触って、あのスーパースキルをこれは取った方がいい、絶対に。待てよ、これさ、鳥からバトルでもこれ花火玉は使えるの？あー待てよ、これ本当にむずいな。相手が強いから怖い。待てよ、これ奪われないかもね。おっと、スーパースキナル確保、これはありがたい。そう、これは鳥からバトルっていうのは4対2プラス2だっけ、ので攻撃同士は味方なんだよね。なので、間違って攻撃とかもしないように、攻撃チームを攻撃したりとか、そういうことはしないようにしましょう。てか、受付。なんかさっきから、これあれなんだけど。てか、待て。いけ。ほら、正確いけ。よし、よし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 。ありがとう。OK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 。これでもう、守備チームは圧倒的不利になりましたね。ということで、残り時間はあと1分。なんとかこのまま頑張っていきましょう。待てよ、っていうか青が結構いい攻撃色だから、少しあれだろうかな。とりあえずもうひたすら緑を見ていきます。緑が確か乗り塩だったかな。待て、なんか後ろから誰か来てるんだけど、いけ。なんか避けながらうまくやっていく。さて、でもせっかくだから一気に取りたいんだよな。OK、 ちょっと待って、ここら辺をもう本当に出してもらうよ。 OK、 ほら、待てこれは無理。というか待って、僕だって10秒だ。 OK、 こうして OK、 投げつけろ。はい、最後の一つがなんとかこれいけたのかな、これって。でもこれはこれで攻撃チームの勝ちは決まりましたね。おっと、 OK、 勝った。 37.3 OK、 そして攻撃チーム1位ですね。こういうことだよ、まさに。ということで、なんとか勝つことができました。にしてもね、意外と強かった。4回トライで0キル7です。まあまあまあ、そこのところあれだと思いますが。おっと、14,550。結構貢献度もらえるよね、やっぱり。よし、じゃあ次の試合頑張っていきましょう。はい、じゃあ第2試合行きましょう。続いては、おっと、守備チームっていうか、同士打ちですね、これは。でもね、今回のフェス、あんまり同士打ち起きてなかったんだよな。縄張りでも。
まあ、鳥からでもね、まだ鳥からまだ数試合しかやっていませんが、なんか頑張っていきましょう。だって鳥からね、10倍マッチとかありませんので、まあ、本当にこれ取るの勝ちですね。待てよ。こっち行け。なんとかね、頑張っていきたいよ。OK、結構。とりあえず、攻撃側の邪魔をするのはめちゃくちゃ大事なこと。ということでね、触らせない。触らせないのはマジで大事。わわわわわわ。紫と緑が攻撃で、オレンジが守備なのは、まあなんか、あれだよね。固定されてる。ていうか待って。守備チーム今結構やられてるぞ。見て。もう本当にね、スーパーキルだろう。変わらせないから。OK。とりあえず一気にした。まあまあ、これでね、スーパースキルガンを締めることに成功しました。こじつけ。ひとまず、ひなめが丘というか、そういう場所は、OK。とりあえずここで、このスキルを取った。いけ。OK。ついだ。よし。危ねえ。待て。やばい。OK。これはありがとう。で、ここで、いけ。やばい。あ、何か。いや、今のうち、あ、花火玉使い切りたかった。一個ぐらい言われるんだよな、これ。てか、待って。てか、紫が 10% 以下なんだけど。どういうことだよ、これ。てか、紫、自陣が甘すぎるな。よし、とりあえず、どこに行くか、あと1分。このまま頑張っていきましょう。待て、落ち着け。ちょっと待て。やばいなぁ。てか、ここ、あれ、ないのかよ。てか、ゴーニーガロン。やばすぎ。待て、トライされる？あ、嘘でしょ。確保されてしまった。紫。ここで紫が力を出してしまったか。怒らせるとやべえなぁ。待て、ここは、ちょっと、あそこにはかなわないので、もう。とりあえず、あ、やばい。やばいか。OK。ステイだ。ありがとう。いけ。もうとにかくもうステージを塗りまくるぞ。OK。もう 40% いった。いけ。残り。待て、残り10秒だからもう、これはもう絶対いけるわ。確実に。OK。はい。素晴らしい。最後にトライして、結局意味はありませんけどね。はい。ということで、OK。これはもう守備の圧倒的勝利を 42.5。 いやー、なんだかんだこうやって勝つのが一番おもろいんだよな。まあ個人的にはね、やっぱりね、俺攻撃の方がね楽しいんだよ、好きなんだよ。ということで今回は3キル5です。意外とリモデラーにしては意外といいキル率じゃない。OK。ということで、じゃあ次の試合頑張っていきましょう。はい、じゃあ第3試合目いきましょう。続いては攻撃チーム。まあでもなんとか頑張っていきましょうか。よし、行くぜ。まあ大丈夫かなこれ。まあでもいけるでしょう。よし、行くぞ。とりあえず今度は攻撃来たので、もうこれはいけるんじゃないのかなと思いますが、果たしてどうなんでしょうか。よし、ではね、頑張ればいけるよこれ。で、攻撃の方がさ、このスーパーシグナル取るじゃん。だってとりあえず俺はもうこんな感じで、いけ、危ない。よしよし、なんとか見切りした。見切りしたけど、いいわ、ウルトラハンドになられた。ていうか、すぐ投げるかと思ったら、全然できただけになりたい。こじつけ。ちょっと待って。だってさ、敵が折れないところはね、もう積極的にね、早めに持っておいた方がいいのかもしれないけど。やばいなぁ。ちょっと待って。一旦ここは、ここら辺の、
待て、行け、危ない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 。待て、ここは一旦避けて、なんとか触ることができたけど、結局、キリはされるんか。まずいな、この状況。あ、やべ、覚えない。あ、待て。で、守備の人数次第なんだよな、これで。やっぱり最後の最後のスペシャルって結構強いイメージあるから、こうやって使えば勝てることは間違いない。 42%、 なんか今までのパワーよりすごいのが出たな、本当に。ということでいけましたね。よーし、 OK、 鳥からバトルでゲストパンプできたのはかなり嬉しい。これなかなかできないですよ。 OK、 7回トライで3キル5です。いいじゃん、これ。ということで。おぉ、16,500。結構活躍したね。OK、永遠プラス2まで登ることができました。素晴らしい。はい、ということで、今回は第14回フェス、ポテチフェスの鳥からバトルをやってきましたが、まあ、意外と、今回、攻撃と守備、意外と勝っててよかったと思います。ということで、今後もね、ダーバリバトルとか、トリカラバトルもね、なんとかね、頑張りたいと思いますので。次が、4月にイースターフェスがありますので、もちろんそこもね、ダーバリバトルとトリカラバトル、できれば100倍マッチ勝ちたいな。ということで、今回100倍マッチいきませんでした。残念ながら。ということで、まあ、とりあえず、急いでこの動画編集するんで、はい、なんとかね、次の動画も待ってくれればなと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。